夕日のガンマン、夕日のガンマン、現代の意味は、もう数ドルのために、は1965年のイタリア製作の西部劇で、ある。監督は、セルジオレウォーネ、出演は、クリント・イーストウッド、リーヴァン・クリーフ、ジャンマリア・ボロンテ。他に、ドイツ人俳優クラウス・キンスキーも、悪役で出演している。日本とアメリカでは1967年に、公開され、 ドルバコ三部作の第二作目にあたる。荒野の用人棒のイタリアでの大ヒットで実力を認められたレオーネが前作を大幅に上回る予算を与えられて制作した作品である。本作品でレオーネは独自の演出スタイルを確立、名実ともにマカロニウェイスタンの巨匠と目されるようになった。1967年公開のマカロニウェイスタンに、新、夕日のガンマン、 復讐の旅、現代、DAO も AO もという作品があるが本作及び、俗、夕日のガンマンとは一切関係ない作品である。賞金稼ぎのダグラス・モーティマー大佐は、1000ドルの賞金首を仕留めて、賞金を手に入れるが、保安官事務所で1万ドルの賞金主インディオが近くにいることを聞かされる。しかし、2000ドルの賞金首を仕留めた、賞金稼ぎ門戸。 七死の男も同じくインディオを狙っており、モーティマーはインディオ一味を一網打尽にして、賞金を山分けすることを提案し、モンコは同意する。そのインディオは顔なじみの悪党グロッキーと共にエルパソ銀行を襲撃しようと企んでいた。モーティマーは内部からインディオの情報を得ようと考え、モンコを一味に潜入させようとする。モンコは、 刑務所からインディオの仲間を脱獄させ、その手柄を持って一味に加わる。インディオは保安官たちをかく乱するために、モンコたちに別の銀行を襲撃するように命令するが、モンコは途中で彼の部下を射殺し、保安官たちにエルパソ銀行が襲撃されることを警告する。しかし、保安官たちが到着する前に、インディオは銀行の金庫を奪い逃走に成功していた。 作戦が失敗したことで、モンコは、モーティマーと手を切ろうとするが、モーティマーは、モンコを説得して、インディオを誘い込んで挟み撃ちにしようと計画する。モンコはモーティマーを出し抜くため、インディオを別の場所に誘い込もうとするが、警戒心の強いインディオは別の方向に逃亡するが、そこには二人の考えを見抜いて先回りしていた、モーティマーがいた。モンコとモーティマーは、 一味から金を奪い取ろうとするが、正体がバレて捕まり、臨地を受ける。インディオは二人を殺して、銀行襲撃犯に仕立て上げようとするが、その夜に、彼の命令を受けたニーニョによって二人は脱走する。インディオは手下たちに二人を追わせて金を、独り占めしようとするが、クロッキーに見抜かれてしまい、ニーニョは殺されてしまう。二人を追跡した手下たちは、全員二人に殺されてしまい。 インディオはモーティマーに勝負を挑まれる。モーティマーにとって、インディオは、妹夫婦を殺した仇であり、彼は復讐のためにインディオを追っていた。インディオは、不意をついて、モーティマーを殺そうとするが、門戸に阻止され、一騎打ちの末に、モーティマーに射殺される。復讐を果たしたモーティマーは、一味の賞金を門戸にすべて譲り、その場を立ち去る。門戸は生き残っていたクロッキーを射殺して、 インディオ一味の死体を乗せたニウーマ社と共に去っていく。2009年12月11日、セルジオレオーネ監督の生誕80周年を記念して、夕日のガンマン、俗、夕日のガンマン、夕日のギャングたちを収録した6枚組の DVD セットが日本で発売された。セルジオレオーネ生誕80周年、記念夕日コレクターズボックス日本語、吹き替え完成版と題され、 夕日のガンマン、続、夕日のガンマンはテレビ放送でカットされた部分の吹き替えが追加ロックされている。イーストウッドの吹き替えは制御した山田康夫の代わりに、多田の洋平が担当し、それ以外の主要な役はテレビ版と同じ声優陣が再び声を当てている。夕日のガンマンアルティメットエディション及び日本語完成版に収録されているテレビ版の音声は、 初回放送時の最長版ではなく2時間枠での放送時にそれをさらにカットしたものである。日本語完成版に収録された日本語吹き替え完成版は前日の短縮版吹き替えに追加収録したもの。BD には前日の短縮版吹き替えと日本語吹き替え完成版が DVD 版吹き替えと共に収録されている。 映画の大部分は、スペインのアルメリア地方で撮影された。カルロシーミは本作品の撮影にあたり、エルパソの街並みのセットを砂漠に作り上げた。当時のセットは現存し、ミニハリウッドと呼ばれる観光名所になっている。エルインディオを演じたジャンマリア・ボロンテのキャリアは、舞台から始まっており、彼の演技は映画のキャラクターとしては大げさに過ぎるとして、 レオーネは撮影中ボロンテに何度も押さえた演技をするように要請したと言われている。荒野の用心棒に引き続き音楽を担当したのは演技を盛りコーネである。レオーネは直接彼に音楽の指示をし、撮影前に完成したものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。